これいい、ズラマルちゃん、ジョイこれ着てみ。マル、こんなキラキラした服似合わないズラ。んなことないって。それにステージ衣装に比べたら全然おとなしい方だよ。いいから着てみなって。アイちゃん、アナマルちゃん、あっちにアクセサリーがあるよ、見に行こう。マジで？行く行く。よっしゃ、アイさんがこのコーデにぴったりのアクセを選んであげるよ、ズラマルちゃん。ズラ、すっかり着せ替え人形にされていますね、花丸さん。わかるな、下の学年の子ってどうしても構いたくなっちゃうやん。ところでしずくちゃん、可愛いリボン見つけたんやけど、つけてみない？え、私にですか？みなさん、何を普通に買い物を楽しんでいますの？今日は次のライブに必要な物資を買いに来たのでしょう？もちろんそうだけど、せっかくこうして集まったんだから、楽しめるだけ楽しまなきゃ損じゃん。ミューズとアクアと虹学のみんな、同じ時期にライブをすることになるなんて面白い偶然だよね。本当ですね。そのおかげでこうして皆さんとお買い物に来ることもできましたし、素敵な巡り合わせです。ならばなおのこと、ライブに向けて真剣に行動すべきではありませんか？参加するイベントは違えども、同じ立場の者同士、意見交換なども。まだ本番まで数日あるんやし、少しくらい遊んだって平気だよ。それに歌も衣装のアイディアも楽しい思い出から生まれてくると思わない？それはそうかもしれませんが、そういえば向こうにスクールアイドルショップがあったっけ。前にルビーちゃんが欲しいって言ってたグッズ置いてあるかも。え、それはの覗く程度でしたら行ってもよろしいですわ。じゃあ行こう。すごいズラ、のぞみさん。ダイヤさんの反論を軽く交わして、さらに買い物を楽しめるようさりげなく誘導する。一連の行動がよどみなく鮮やかズラ。ふふふ、のぞみちゃん、すっごく頼りになるでしょ。私もふみちゃんに叱られそうになった時、何度も助けてもらったんだ。いやいや、胸張っていうことじゃないから。ん？どうしたんですか？見てあれ、店員さんがすごく慌てて走っていくずら。何かあったのかな？手芸屋さん行ったでしょ？スポーツ用品店も行ったでしょ？で、さっき薬局にも行ったし、これで全部だっけ？ええ、これで予定していた分の買い出しは済みましたわ。皆さん、他に何か買いそびれているものはありませんか？うちらはもう大丈夫だよ。私たちもです。頼まれていたものは全て揃えられたかと。ですよね、アイサ。アイサ？あれ、いない。おーい、みんなー。アイサ、どこに行ってたずら？ごめんごめん。みんな、いきなりだけど、ファッションショーに出ることになったよ。おお。アイちゃん、ファッションショーに出るの？すごーい。いや、
あたしだけじゃなくてみんなも。意味がわかりませんわ。なぜ突然そのようなことになるのですか。さっきまでいなくなってたことと何か関係ある？さすがの洞察力だね。いや、うん、まあそうなんだわ。ほら、店員さんが慌てて走ってくのを見たっしょ。何かあったのかなって少し気になってたずら。でしょ？あの後も慌ててどっか行く店員さんちょいちょい見かけたんだよね。なんかただごとじゃない感じがしたし、話聞きに行ってみたんだ。さすがの行動力やね。でも関係者でもないのに事情は話してもらえたんですか？もち、アイさんのコミュ力舐めてもらっちゃ困るぜ。で、みんな、このショッピングモールにイベントスペースあるの知ってる？うん、店員さんたちがいろいろ準備してたよね。何かイベントやるってポスターも貼ってあったような。あ、ファッションショーってそれのこと？そう、ショッピングモールに新しく入ったパーティードレス専門店のオープン記念イベント。宣伝も兼ねて今日の3時からそのお店のドレスを使ったファッションショーをやるんだって。それに私たちが出ると？なぜです？ちゃんとモデルの方がいらっしゃるのではないのですか？店員さんたちが慌ててた原因がまさにそれ。出演予定だったモデルの人たちが来られないかもって話なんだよ。なんで？体調不良とか交通機関のトラブルとか、とにかく嫌な偶然が重なって出演者ゼロの大ピンチ。代わりの人もなかなか見つからないみたい。ではショーは中止になってしまうということでしょうか？それも検討され始めたところで、アイさんが声をかけたってわけさ。店員さんの中に私たちがスクールアイドルだってことを知ってる人がいてね、モデルをやってくれないかって頼まれたんだ。なるほど。スクールアイドルならステージ慣れしてるし、代役にはうってつけやね。事情はわかりました。ですが。わかってる。こんな大事なこと私一人で決めちゃってごめん。でも店員さんたち本当に困ってて、時間もない感じで。一生懸命準備してきたってのもあるし、純粋にファッションショーを楽しみにもしてたんだって。楽しみにしてたことがダメになっちゃうのって辛いじゃん。だから何か手助けできることがあればやりたいって思ったんだ。だからみんな一緒にファッションショー出てくんないかな。私は出たいな。ファッションモデルになれるなんて夢みたい。かっこいい。私もやらせていただきます。どんな状況でも華麗に演じきってこそ真の役者、そして真のスクールアイドルです。うちも賛成かな。何事も経験、やってみるのもいいんやない？自分がモデルさんをやるなんて信じられないけど、まるでも力になれることがあるなら頑張りたいすら。一言相談してほしかったですが、困っている方を救いたいという気持ちはよくわかりますわ。私も同じようにしたかもしれませんから。ありがとう。よっしゃ、ファッションあふれるファッションショー、みんなでやりましょう。おー、綺麗。本当にこのお店にあるドレス
レス、何でも着ていいの？何でも OK だよ。ここのオープン記念のファッションショーだからね。ここで扱ってる商品ならどれでも好きなの選んでいいってさ。こんなにたくさんのドレスを一度に見るの初めてずら。キラキラして色とりどりで本当に綺麗ずら。キラキラヒラヒラした衣装はライブで何度も着てきたけど、パーティードレスってなるとやっぱりステージ衣装とは違うんやね。ええ、それにしてもこれだけ種類があるとどれにすればいいのか迷ってしまいますわね。何を基準に選べばいいのか。カラフルなドレスは見てるだけでワクワクしますね。あれ？向こうにあるのってもしかしてウェディングドレスじゃないですか？ウェディングドレス？あれも着ていいズラ？もちろん、ズラ丸ちゃん、あれにする？どうしようかな。一回くらいなら着ても。ああ、どうしよう。私もウェディングドレス着たい。一緒に着ようよ、花丸ちゃん。どうせなら結婚式の予行演習する？うち新婦さんの役やるね。あ、新婦さんはお嫁さんじゃなくて神の父って書く方だよ。では新郎役は私が。以前演劇部のお芝居で演じたことがあるのでお任せください。タキシードは置いてあるでしょうか？探してきますね。じゃあ私は友人代表でスピーチするわ。余興は結婚式ダジャレ50連発。おめでたい席ですので寒い空気の持ち込みはご遠慮願います。厳しい。ご本皆さん真面目に選びましょう。時間がありませんわ。すみません。このレースのドレスかわいい。あ、こっちのロング丈のドレスも、こっちのフリル付きもかわいい。ちょっと試着してくる。ほのかさん、試着が止まりませんね。予想はしていたものの、やはり目移りしてしまって選べませんわね。かといってせっかくの晴れ舞台に適当な衣装で臨むわけには。ダイヤはクールだけど花があるからシンプルなデザインでも結構いけるんじゃないかな。こんなのとかちょっと着てみなよ。ありがとうございます。素敵なデザインですわ。私の好みですだと思った。ズラ丸ちゃんは思いっきり可愛い系に振ってみるといいかもね。これ、こういうやつ。わー、すっごく可愛いズラ。あ、でも丸に似合うかな。似合う、自信持ちなよ。ズラ丸ちゃんはめっちゃ可愛いから、これ着たらもっと可愛くなるよ。しずくは清楚系もいいけど大人っぽい服も似合うと思うんだよね。ギャップを狙ってみるのもいいかもな。これなんてだ。うわー、とっても素敵です。自分だけではなかなか選べないデザインですね。愛さんと一緒にいると新しい自分がどんどん見つかります。やせやい、褒めてもダジャレしか出ないぜ。のぞみはこんなドレスはどうですか？なんつってありが10匹ありがとう。試着してみるね。え、
何何？愛ちゃんがみんなのドレス選んでるの？いいな、私も選んでほしい。ほのかは自力で選びまくってるからな。着たいの多すぎて困ってるんだよ。どれがいいと思う？このミニ丈のやつと花柄のレースのやつとブリーツスカートのやつで迷ってるんだけど。そうだな、愛さん的には本当に頼もしいスタイリストさんやね。ファッションショーうまくいきそうな気がしてきたよ。ここがファッションショーをやるイベントスペースか。準備はもう終わってるのかな。そのようですね。あとは私たちが衣装を着てここを歩くだけ。なんだか緊張してきたズラ。マルたち本当にモデルとしてここに立つんだね。着る衣装も決まったのにまだ夢みたい。そうやね、うちもドキドキする。ライブもファッションショーも人前に出るのは緊張するね。大丈夫だよ、あたしらならきっとうまくできる。ええ、自分を信じましょう。伊達に何度もライブをこなしてきたわけではありませんわ。そうだよね、今回のライブも、ライブじゃなかった、見に来てくれた人みんなに楽しんでもらえるようなパフォーマンスをしよう。頑張るぜ。みんなが楽しめるパフォーマンス？そういえばファッションモデルってステージで何をすればいいの？不覚でしたわ。ステージイコールライブのイメージが強すぎてモデルとしての立ち振る舞いについて全く考えが及んでいませんでしたわ。さすがに歌って踊るわけには。いや、そういうファッションショーもありっちゃありかも。ありよりのなし？結局なしじゃないですか。そういえば虹学のかりんさんってモデルさんなんだよね。何かコツとか教えてもらえないかな。おお、その手があったわ。ちょっとメッセで聞いてみる。ファッションショーのモデルってどうやんの？送信。おや、もう返信来た。なになに？ありのままの自分をさらけ出せば自然といいパフォーマンスになるわ。だってさ、こっちの事情も聞かずにさらっと答えてくれるかりんちゃん、かっこいいね。ありのままの自分、つまり自由にやっていいってことだね。両手をパー、足をピー、こんなポーズとかどうかな。キレは申し分ないですね。立ち姿も大事ですが歩き方も重要ですわ。少し調べてみましたが、胸を張って目線はまっすぐというのが基本のようです。猫みたいに足をクロスさせながら歩くっていうのも聞くね。胸を張って前を見て猫のように歩く。歩きにくいずら。普段こんな歩き方はしませんものね。ショーの時間まで練習しましょう。ねえ、歩いてポーズ取る以外にも何かできないかな。ライブみたいにはできなくても何か違うことやってみたいよ。あ、それならお芝居をやるのはどうでしょう。お芝居？はい、パーティーやそれこそファッションショーをテーマにした寸劇を披露するのも面白いのではないでしょうか。なるほど、衣装を褒めるセリフを言えばお店の宣伝もできるもんね。いいアイディアかも。
選ばれし我ら6人のプリンセス、心を込めて祝いましょう。新天地での門出、キラを司るこの店の末永き栄華を。劇の練習始まってるずら。あっちもこっちも可愛いドレスでいっぱい、全部着てみたい。どうしよう。だったら全部着ちゃえばいいよ。着替えがいっぱい、け着替えな。我慢は体に良くない、良くない。お待ちなさい。まだ劇をやると決めたわけではありませんわよ。ショーのメインはあくまで衣装、劇に比重を置いては意味がありませんわ。まあ、ダイヤお姉様ったら怖いお顔。これから祝宴なのですよ。綺麗なドレスに負けないくらいの素敵な笑顔を見せてくださいな。誰がお姉様ですか。話をお聞きなさい。わあ、すごい数の人が見に来てくれてるよ。後ろの方にいるのってテレビカメラじゃない？ほんとだ、めちゃくちゃ注目されてるじゃん、このファッションショー。気合い入るわ。うわ、あと5分20秒で本番。はん。あと5分15秒で本番。はん。緊張しないようにさっきから手に人って書いて食べてるのに、書けば書くほど緊張が高まって頭がおかしくなりそうじゃ。それはもう書くのやめた方がいいんじゃないかな。ポーズも歩き方も結局ろくに練習できませんでしたわ。こんな不完全な状態で本番に臨まなければならないとは。みんな不安で混乱してるね。ここはうちのカードの出番かな。のぞみちゃんのタロット、きっとショーが成功するヒントを教えてくれるよ。そうですわね。少しでも安心材料になるものがあれば助かりますわ。お願いします、のぞみさん。わかった。カードよ、うちらに道を示して。えい、あ、運命の輪の逆位置や。意味は失敗、暗転、アクシデント。なぜこのタイミングでそんなカードを引くのですか。もうダメずら。お先真っ暗で何も見えないずら。みんな開演時間だよ。もうここまで来たらなるようになる。楽しんでいこう。おですわね。行ってまいります。この緊張感、ライブと同等かそれ以上かもしれませんわ。いけない。笑顔笑顔、ライブでもランウェイでもそれだけは忘れてはいけませんわ。笑うと少し緊張がほぐれる気がしますわね。ドレスの美しさを損なわないよう精一杯パフォーマンスをしなくては。
これで4人の順番が終わりましたわね。残るは花丸さんと愛さんですわ。次はまるです。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってね。おお、つらまるちゃん、カッチコチな感じで出て行ったけど、ちゃんと歩けてるじゃん。意外と本番に強いタイプなのかもね。そういえば、アクアに入って初めてのライブでも、緊張で震えていたと聞きましたわ。それでも恐れを飲み込んで、ステージに立った。きっと、今のような姿だったのかもしれませんわね。はあ、なんだか懐かしさで胸が熱く。緊張で震えていても、その頃よりもずっと成長してるはずだよ。うちのカードもそう言ってる。引いてみようか。結構です。うわ、即答やね。よほどショックだったんですね。運命の輪の逆位置。落ち着くずら。胸を張って前を見て笑顔って。よしよしよし、いい感じだよ、つらまるちゃん。ポーズもきちんと取れていましたね。表情は見えませんでしたが。大丈夫だよ。会場の人たちも拍手してたし、きっと素敵な笑顔だったんじゃないかな。あ、戻ってくるよ。花丸さん、最後まで気を抜いてはいけませんわ。最難関は戻ってくる時なのです。勝って兜の尾を締めよ。今こそ最大の警戒心を持って歩くのです。勝ってって誰も戦ってないよ。ダイヤさん、ちょっと落ち着こう。気迫がすごすぎて鬼の形相になってるよ。私の顔などどうでも良いのです。大切な後輩の一世一代の晴れ舞台なのですよ。全身全霊で見守らずして何が先輩ですか。逆に緊張が伝わってしまいそうなんやけど。もうちょっと、もうちょっと。花丸ちゃん、あと少し、ファイトだよ。花丸さん、頑張って。みんな、まる、ちゃんと笑えて。お、あ、大丈夫、つらまるちゃん。愛さん？え？なんで？まる、今転んで。なんで愛さんに抱きしめられてるすら？なんで？しー。細かいことはいいから、立てる？うん。よし、じゃあ立って一緒にビシッとポーズ。うわー、イエーイ。カメラさん、こっちこっち。めちゃんこかわいいスクールアイドルコンビのシャッターチャンスだぞ。お、そっちの人も撮影希望？オッケー、了解。任しといて。あなただけだ。スペシャルポージングやっちゃうよ。いくよ。はい、地図確認。はい、チーズ。なんつって。取れた？バッチリ？
づいてないよ、誰も。いい感じな転び方だったからさ、みんなそういうパフォーマンスだって思ってるんじゃないかな。そう見えるようにしてくれたの？ん？何が？アイさんは出番が待ちきれなくて飛び出してきちゃっただけだよ。ヒヤッとしたけど、それを抱き留めてさらにパフォーマンスに見えるようにうまく立ち回るなんて、さすがアイちゃん。見に来てくれた人たちも最高に盛り上がってるし、ファッションショーは大成功かな。ね、ダイヤさん。わあ、花丸さん、なんてことでしょう。まさかこんな事態になってしまうなんて。もう大丈夫だよ。ほら、ランウェイ見て、まだ拍手が続いてる。いえ、まさかなんてことはないのかもしれません。モデルという慣れない役割を任され、すさまじい緊張に襲われながら人前に出たのですから。そんな状態で転倒だなんて、今の花丸さんは混乱の極みにいるはず。自力では立ち上がることすらできない状態ですわ。立ち上がれないどころか、堂々とポーズを取っていますよ。私たちが何とかして差し上げなくては。どうすれば、どうすれば。全然聞いてないね。そうですわ、お芝居、お芝居をやりましょう。お芝居？寸劇やったら面白いかもって言ってた、あれ？転んだことをお芝居のワンシーンにしてしまえばいいのですわ。これならごまかせるはず。花丸さん、今助けに行きますわ。あ、ちょっと。お芝居ってドレス選んだ後にみんなでやってたやつのことでしょ？どうしよう、セリフ忘れちゃったよ。大丈夫です、ほのかさん。即興劇はその場その場で役者が自由にセリフをつなげていくんです。自分の中の想像力を膨らませて、投げられたセリフに沿った、そして時には全く沿わないセリフを返し、場を盛り上げる。台本がないから何が来るかわからない。だからこそ楽しいんです。それにアドリブ力も鍛えられるから、いいことつくめですよ。アドリブ力、それってライブでも MC やるときとかに役立つよね。美しい衣装、満員の客席、白く眩しいスポットライト、はあ、役者魂が震えたぎります。さあ、ほのかさん、行きましょう。うん。ああ、二人とも行っちゃった。まあ、いっか。悪いこともいいことも、場は回って運んでくる。これからはお楽しみのターンやね。
愛しい我が姫君、おけがはありませんか？お！私はあなたを守る剣、騎士の名にかけ誓いましょう。たとえ死が二人を分かとうとも、未来永劫をあなたにお仕えすると。泣かないでお姫様、健やかなる時も、やめる時も、妖精たちはあなたをそばで見守ってるよ。困ったことが起こったら、王宮専属占い師の私が相談に乗りましょう。いかなる苦難も乗り越える術をカードを使ってお伝えします。これって、ははーん、そういうことね。やってきたな、憎たらしい守護者どもめ。姫を救いたくば、この魔王を倒してみよう。覚悟せい、